後半40分を経過しています。矢沢からのパス、スルーパス、さあこれ決めたい、シュート。大石にボールが入り始めました。下げて片岡から裏のスペース、フリーになった、キーパーの一対1、決まった。秋元から那須川のクロス、ヘディング、つらしてここはシュートだ。形で攻撃は見せていたんですが、やはりなかなかシュートまでいけないというところがあったでしょうか。さあここは姫野が奪った、縦吉平、ここに渡ってチャンスを迎える、吉平右足だ、決めた。那須川へ、那須川のクロス、まだあります、低いボール、ゴール前。大石は2試合連続ダイビングシュート、またクロスバー、折り返した、もう一度リング、こぼれた、外からシュートを打つ、弾いた、最後ワンタッチ。流し込みました。さあシュートで決まった。9番の上方、そして17番の安藤が狙っていきますけれども、ここは長いボールで前線出していった藤田、シュートだ、これは決まった、ゴール。キーパーゴドンビ、決まりました。